からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ2月も半ば、春が待ち遠しいなぁと、さあようやく冬らしくなったと思うんですが、やっぱり春が恋しいなぁとそう思う今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。風邪ひいてらっしゃいませんでしょうか。さて今回は終末時計残り100秒、今世界は、日本は、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際関係学部教授、君島明彦さんです。君島さん、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです、はい、今なんか嬉しそうな顔して耳を傾けてくださってたような気がするんですが、教授とご紹介しましたが、以前は学部長だったはずなんですけれども、教授に戻られたんですか。学部長も教授ですけど、2016年度から2018年度まで3年間国際関係学部の学部長を務めておりまして、それが昨年の3月で終わりましたから、はい、今は一教員としてです。どうですか、その立場が変わられて何か大きな変化っていう、一番の変化っていうのはどういうことでしょう。学部長っていうのは本当に激務で、激務、ものすごい時間それに拘束されますから、それから解放されてようやく人間らしい生活に戻ったという、大学の教員として研究者としてようやく自分の時間が持てて嬉しいです。あ、それは良かったです、良かったです。はい、良かったです。はい、はい、それからですね、まあ、今のこの日本の状況、世界の状況、こう毎日テレビのチャンネルをひねっても新聞の紙面を見ても、まあ、この番組放送は金曜日なんですけれども、水曜日に録音させていただいてるんですが、今朝の朝刊の第一面は野村克也さんが亡くなったっていうのが、はいはい、第一面にあるっていう、でいろいろこう足跡を改めてこうテレビなどで見ていると、なんか素晴らしい言葉を残し実行し、素晴らしい人だったんだなと改めて思うっていう、そんなことがありましたが、君島さんは。いや、野村克也さんが一面トップってとか思いますけど、もちろん野村さんは大事な人ですけど、もっと世界は大変じゃないですかって。そうですね、本当ですね、うん、まあ日本はある意味なんと言ったらいいんでしょうか、ちょっと違うっていう、そうじゃないんじゃないかってやっぱり一言言いたいっていうところですね、やっぱり、もうちょっと大事なことがあるはずだと、緊急事態というか危機的な状態じゃないですか、そちらをちょっと読みたいですねっていう。本当ですね、はい、さあその危機的事態というもののいろいろあるかと思うんですが、このまずこの終末時計残り100秒、これは一体どういうことを意味しているんでしょうか。いいですか、それについて喋って。はい、原爆を作った物理学者がいて、で彼らは原爆を作ったと同時にその責任感というか罪悪感というかがあって、平和運動を始めた人たちがいるんですね、物理学者で。でその人たちがシカゴで Bulletin of Atomic Scientists という雑誌を始めたんですよ。なんて言えばいいんでしょうね、まあ、物理学者のジャーナルみたいな、ブレテンっていうのは、はい、雑誌って意味ですけど、っていうのを始めてずっとあるんですが、はい、その人たちが核戦争の危機の時代に終末時計というのをドゥームステイクロックというのを
を発表して、世界の終わりまであと何分みたいなことを言ってたわけですよね。それは冷戦時代の核戦争の危機の時代に米ソが核戦争に入るのではないかと。例えばキューバミサイル危機とかありましたよね、1962年の、はい、あの頃それこそ週末まであと何分って張りが進んだわけですが、なんかそれを時々発表していると。で冷戦が終わった時に随分元に戻って、うん、あと15分とかそういうところまで行ったんですが、あの週末まであと100秒2分ないっていうことですよ ね、 そうですね。っていうのは最も最悪です。これは彼らの数字としては、そういう週末時計を表示し始めて最悪の秒数、最悪です、はい、残りが本当に一番少ないこれまでで、ええ、それはなぜ、どういうポイントでそういうふうに計算されたんでしょう。だから冷戦時代ですと、つまり核戦争の危機が米ソの対立がひどかったですから、はい、それであとどのくらいだというふうな計算をしたと思うんですね。で今はおそらくそれに加えて、だから米ソではなくて、もちろんあのアメリカと中国の対立とかありますが、それに加えて地球環境問題が大きいんじゃないでしょうか。はい、それと、まあ、北朝鮮とか、それから、あのアメリカとロシア の、はい、あのソ連、まあ、ロシアとの間の、あの核軍縮の、そ、ね、それを破棄したりとか、中距離核が終わってるので、はい、で中距離核を配備する可能性があるという、はい、アメリカもソ連も、はい、ということですよね。まあ、そういうこともなんか含まれるっていうふうなことも何かに書いてありましたけれども、やっぱりそういう、やっぱりその核戦争というものがもともとメインで作られたものであるけれども、今やそういう環境問題というのもあの大きな要素になるだろうということですね。そうですね。本当に、今何かをしなければ世界はもう大きなターニングポイントにあるっていうふうに、あの環境学者の方もおっしゃってたと思うんですけども、いろいろありますね。そうですね、問題が、はい。さあ、毎日その新聞やテレビをにぎわしているのが、あの新型、コロナウイルス、あの新型肺炎 の、はい、あの世界にこう拡散しているっていう、その問題なんですけれども、はい、これはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。この問題ですか、はい、あの昔2003年くらいに SARS という似たようなあのウイルスに基づく病気がありましたよね。あ れ、はい、あれがおそらく多くの人が常に あれはどうだったっていうのと関連付けて考えてると思うんですが、あの中国の変化が大きいですから、これ中国から経済力がもう本当に何倍にもなったと、なんか今のそのグローバル化の時代において、中国は世界の工場であり、まあ、消費地でもあると、生産地であり消費地であって、中国経済に世界依存しているということですよね。でだとすると、中国でこういう事態になると、それはグローバルに影響してくるということですよね。あの、まあ、観光客が、あの激減したとか、そういうこと以外に、今おっしゃったそういう経済、あの、生産っていう意味でも、もういろいろ部品やら何やらかんやら、いや本当に世界の工場ですよ、中国は。すごいですね、だって日本のだって自動車メーカーも中国に工場いくつも持ってるじゃないですか、はい、でそこがホンダや日産やって、まあ、今停止してますけれども、はい、あの、まあ、その橋、まあ、発祥の都市である武漢、はいはい、にもたくさん工場があるんですよ ね、 ありますね、その武漢っていう都市名も、あの今回の問題が起きるまで知らなかったんですが、あのあれ笑わんと私知ってました、知ってました。武漢出身の留学生います、ちゃんと。あ、そうなんですか、はい、あのこう武漢ってやっぱりそういう、もう本当に経済的にも交通的にも、要所、要所、はい、日本でいうと名古屋あたりじゃないですか。名古屋、うん、もっと大きいかもしれない。なんかピンときませんね。ピンときません。え、名古屋舐めたら大阪あかんでだって自動車産業が集中してるって意味では名古屋かもしれない。ああ、トヨタとかいろいろあるでしょう、っていうことですね、まあ、人口1000万超えますから、武漢は、はい、まあ、東京規模、東京規模なんです。規模としては東京規模、人口としてはもう東京規模です。はい、はい、ですのでまあ、本当にいつ収束するのかとか、そういうことも非常にどれほどの
その新型肺炎が危険なものなのかとか、そういうことももちろん気になるんですけども、その経済、世界に及ぼす影響、本当に中国いつの間にこうなったんだっていう、いつの間にってもう 10年来の現象ですけど、これいやいやいや、あのちょっとあのあれです、電気店に行ってもあのパソコン、あの Windows 7がもうあのサービスが終わりで、パソコン新しくしないとあかんって思って、こう久々に電気店を訪れましたけども、あれもう半分以上が中国製じゃないのっていう、そんな感じで、なかなかスタイリッシュでかっこいいんですよ、10年、例えば10年前だったら、中国製、メイドインチャイナって書いてあったら、なんか買わないとか、なんか嫌、そしたら生きていけないですよいやもうそうじゃないんだなっていうのが、あの本当にそういうことも痛感したって、やっぱりあのその、その肺炎 の、 あの予防とか、それから豪華客船の皆さんをこうどんなふうにしたらいいのかとか、いろんなこの課題っていうのはいっぱいあるんですけども、やっぱり中国すごいなっていう、そう、やっぱり世界でいろいろ協力協調しないと、いろんなものがうまくいかないんだなって思いましたが、その黙って聞くのやめていただけます私コメンテーターじゃないんで、いや それはもうその通りでその通りでしょ。ですから、あのこの新型肺炎が収束したら中国に行ってください。で中国見てください。上海とか武漢とかどれほどの大都市であるか見てください。どれほどの地下鉄網が発達しているか、京都とかだって、上海の人が京都来ると田舎だなって言いますからね。このしなびたのから学ぶんだよって彼ら言うの。もう上海のがスーダン、もう大都市になってますから今は、あのそうですよ中国の経済規模でも、あのまあ多分15年ぐらい前に行ったと思うんですけども、あの北京オリンピックのちょっと前ぐらいに行ったんですが、そんなびっくりするような何かっていうのはなかったんですが、北京に行かれたんですか。そうですね、いやでも一番の都市は上海ですよね。あ、そうですか。まあ、北京も大きいですけど、あのだから日本の1960年代から70年代なんですよね、今の中国は。ものすごいスピードで拡大していて、それは今あのでもその、ウイルス性肺炎にこう、各都市がこんな風に対応しているっていういろんな映像が映ったりすると、こう街並みが結構綺麗で、あのわあこんなんなんだ中国はって、いやそうです、はい、あ行かないとダメですね。やっぱり行かない、百聞は一見にしかずです。本当ですね。日本のメディアは中国報道が悪いので、はい、ちゃんと伝えてませんから、中国の現実を、はい、だから言ってくださいよ。そうですね、あの収束したら。そうですね、はい、あのやっぱり今回のニュースでもは、あのそういう野生動物市場で売ってるんだとか、なんかそのあの昔ながらの中国のはそんなんしてるんだっていうところばかりがこう、なんとなく印象としてあるんですけども、やっぱりそうじゃない中国があって、まあ、そういうところもあるっていう、そんなところでしょうか。なんか医療技術的に言って、なんか遅れているっていうふうには言えないですよね、決して中国の、はい、ただなかなか難しそうですね。難しいです。その人口大きいですからね。人口多いからやっぱりすごいですね、いろんな力が、影響力が、やっぱり人口って多くないとダメなんですかねそれはどうでしょうね。日本1億ちょっとで、人口から言ったら日本はまだ決して小さい国じゃないですよね、人口1億超えてる国って世界にそんなに多くないんで。お実際、人口でいうと世界で何位かな、10位ぐらいですか日本って。あ、こうあの人口減少しているとはいえ、その依然としてまだまだ大きい国です、人口は。そういう意味でそうですか。まあでも今がやっぱりこの節目というか、本当にこのまま縮小
ってか縮小っていう話が今すごくされてて、人口減少の話がすごくされてますけど、そうですね、でも時間かかるし、はい、出生率確かに低いですけど、韓国はもっと低いですよ。中国も結構低いですよね。そうです。だから少子高齢化っていうのはもうある種普遍的な共通の問題ですよね、これは、はい、この辺東アジア全体として。で若いって意味ではそれこそアフリカとかインドとかがこう出てくるんで、これから若い世代が多いって意味ではと思いますが、はい、うん、まあ日本はまだその人口多い方の国ですから。そうですか。ただ日本の人口の多さが良い面と悪い面があるんですよ。つまり人口が多いから日本市場、日本マーケットだけで成り立つんですよね、企業が。はい、だから世界に出ていかなくても済んでたと。で韓国なんかは韓国市場だけでは到底間に合わないから世界に出てったという面もありますけどね。はい、そうするとやっぱり日本のいろんなさまざまな一流企業と言われる企業がこうちょっとこう下向きになっているのは、やっぱりこう目が、視点がこう内に向きすぎたと、国内に向きすぎたとか、うんうん、いろいろこう新しい考え方で、物事を動かさないとか、はい、いろいろ古い面、良くない面っていうのが、こう今出てきているのかなっていうふうに、なかなか日本の社会って変わりにくい社会なんだなって。そうです、それはそうです。で それからいくと中国の方が変われます。やっぱり変化するっていうのも、変わらないということも重要ですが、変わるということも大切ですね。変わらなきゃいけない時は変わらなきゃいけないじゃないですか、はい、変わらなきゃいけない時に変わらないと衰退する、はい、淘汰されるっていう話だと思うんです。そうですね、はい、はい。この後はアメリカのお話です。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き立命館大学国際関係学部君島明彦さんにお話を伺います。さあ、アメリカ大統領選もなかなか面白いですね。そうですね、はい、今年ウルー年ですよね。ウルー年にあるものが他に2つあって、はい、オリンピックとアメリカ大統領選挙なんですよ。これウルー年にあるんです。え、そうなんですか。そうなの、4年に1回やってる。ちょうどそういう巡り合わせ、巡り合わせなんですよ。偶然そうなってるんですよ。そうなんですか。で今年はまさにその年で、分かりやすいとも言えると、うん、その年、はい、その年ですけど、今年は、はい、トランプさんが一生懸命ですね、うん、はい、うん、なかなか興味深い面白いニュースも一般教書演説、オバマさんの一般教書演説は、何年前になるんでしょうね、8年前の1月20日だったはずなんですが、やっぱりそういうのはこう歴史の人々の記憶にも残っていると思うんですけども、トランプさんの先日行われた一般教書演説は、終わった後にペロシ下院議長ですか、が原稿を破いた、はい、というところが、はい、今の現状を何か表しているんですか、はい、よくわかりますよ、理解できますよ、あれは、はい、だから一般教書演説部分的に私は聞きましたけど、中身はひどいです。はい、大体あんなどこの国に行ってもダボス会議とかいろんなところに行っても自画自賛っていう、そんな感じですか。なんかちょっとアメリカ大統領やるべき人じゃないですよ、やっぱりトランプは。そうですか。それはどういう点で。それこそ何十年も前に、80年ぐらい前でしょうかね、1941年かな、フランクリン・ルーズベルトっていう大統領がいましたよね、はい、でそのルーズベルトの一般教書演説があるんですよ、1941年だと思うんですが、はい、その時は4つの自由ってことを言って、彼はで戦後世界秩序は4つの自由に基づくんだってことを言ったんですよ、はい、ルーズベルトが、はい、なんかそれは言論の自由、表現の自由、それから宗教の自由、それから欠乏からの自由、つまり貧困からの自由、それから恐怖からの自由、つまり平和なんですよ、いろんなこと、4つの自由っていう4 freedoms っていうことを言って、これが戦後世界秩序の基礎だっていうふうに
まあ、これからの世界史の基礎だってことを言って、それは今のアメリカの原点だと思うんですが、うん、For Freedoms っていう、そういう日本国憲法もそういう考えに、日本国憲法もそ国連もそこから出てくるし、ね、日本国憲法も出てくるし、はい、そういう一般教書演説を知っていると、トランプのを見ると、はい、ちょっとがっかりですよね。何なんだっていう、何にもないじゃん。アメリカ大統領ってもうちょっとマシだったんですよ。はい、それから考えるとトランプは本当に中身がないですね。だけれど、うん、あの共和党も本当にほぼほぼ 100% に近い数字で、共和党の候補者をトランプさんに選んだ共和党の人々がいますよね。いますね、はい、その人たち何してらっしゃるんでしょうか。だからアメリカファーストでしょ、その、はい、トランプの政策は、はい、国際協調はしませんという、うん、アメリカをグレートにするっていう話ですよね。で、だからそれはかつての世界秩序を作ってきたアメリカではなくて、もはやその世界秩序から撤退して、つまりアメリカ大陸に引きこもるんだという話であって、それは世界秩序っていうのはイメージにないでしょうね、トランプさんの。ないですね、はい、ないと思います、はい、だから NATO に行ってはもっと金払え、韓国に行ってはもっと金払え、はい、日本に来てはもっと金払えって話ばかりするんです、ディールですよね、はい、で実際アメリカ経済はそのルーズベルトの頃のアメリカは確かに経済的にすごかったので、世界の GDP の半分はアメリカでしたから、ね、その頃は。だからもちろん経済的な基礎があったので、はい、その頃は。それから見るともうアメリカにはそれだけの経済力はないですから、はい、それこそ中国が台頭してくるわけで、だからない袖は触れないんでしょう、多分トランプからすると、うん、あ、はいね、はい、ということなんでしょうけど、はい、でも もう少しとはいえ、とはいえ、はい、未だに世界中アメリカが作ったんですから、うん、75年前に、はい、だからそれをどうするかっていう、もう少し知恵が欲しいところですけどね。賢明な、なんていうんですか、方向性を出すべきだと思うんですが、あまりそれは感じられないので、そういう経済力がこう低下し、たとはいえ、やっぱりそのアメリカがどう振る舞うかっていう、アメリカという国がどう振る舞うかっていうのは、世界にすごく大きな、トランプさんが大統領で自国第一主義を掲げると、やっぱり他の国の人々も、あ、なんやあれでいいんやんっていう、こうすごく影響を及ぼして世界が今動いているんじゃないかなって思うんですが。そうです、みんなそうなってますね。イギリスも日本もそうなってるし、はい、イタリアもそうですし、スウェーデンとかそういうところもそうですよね。その、まあ、それを悪影響と言ってはなんですが、あれでいいって思わすその影響ぶり、はい、トランプさんすごいですね。すごいって影響を与える力っていうのは、いや、それはアメリカ大統領はそれくらい影響はありますよ。アメリカ大統領はやはり それだけの影響力はあると思いますね、それは。はい、はい、さあそういうアメリカですが、今大統領 の予備選挙が行われてるんですね、はい、このアメリカの大統領選って本当に毎度毎度不思議だなと思う点があるんですけれども、はい、この今年が、ウルード氏で、はい、先日アイオワ州で、はい、これは党員集会っていうのが行われたんですね、はい、非常に注目されたというのは、はい、これはなぜなんでしょう。アメリカの大統領選挙は1年かけてやりますよね。11月3日です。11月の第1火曜日だと思うんですが、火曜日ですね、が本選挙でその日に投票するわけですが、はい、それに向けて民主党と共和党、実は民主党共和党以外の候補者も出てるんですよ。ただメディア、他の党っていうのもあるんですか。あるんですよ。フォーマツ候補はいるんですよ、はい、ただメディアがマスメディアが報道しないだけで、はい、なんか立候補してる人はいるんですよ、うん、いるんですけど、事実上それは、まあ、カウントされない、影響はない。だ結局民主党と共和党になるわけですが、誰が候補者になるか、そうですから民主党と共和党が誰を候補者にするかが重要なの で共和党はトランプ大統領が現職で再選目指してますから、もう争う余地はなくて彼が出てくると、2期目を狙うと。でそれに対して民主党がいかにホワイトハウスを奪還するかという戦いなわけですよね。ですから民主党の候補者が重要で、毎年アイオワとニューハンプシャーのあたりに
そのアイオワの党員集会とニューハンプシャーの予備選挙で出てきた人たち、誰が出るかっていうのが、まあ、バロメーターですよね。そこから大体出てきた人たちがそのままあの突っ走っていくっていうのが多いと思うんで。ああ、そうなんですか。この、 あの建国、これも私あのにわかの知識なんですけれども、あのアイオワ州とかニューハンプシャーもそうですか。建国13州っていうか、アイオワは違うと思いますけど。あ、そうなんですか。アイオワは違います。あ、そうなんですか。ニューハンプシャーは最初の13州に入ってます。アイオワは後ですね。あ、そうですか。はい、まあ、いろんな意味でその注目されて、オバマさんもアイオワ州で、あの、筆頭になって、それでそれまで無名だったそうですね。そうですね、ね、あのそうすると今ブティジェッジ、はい、ブティジェッジさん、はい、あのちっちゃなちっちゃなあの市の元市長、サウスベンドっていう市です。あ、そうなんです。インディアナ州の。あ、ご存知ですか。よく知ってます。また行ったことあります。あ、そうなんですか。あそこはミシガン湖の南の外れなんですよ。あ、そのあたりなんですか。ミシガン湖の最南端 で、あそこにノートル、かなり南ですね。そうすると、ノートルダム大学という大学があるんですよ、はい、名門のカトリックのいい大学があるんですよ、でブティジェッジの父親はそこの教授なんですよ。そこの息子 で、はい、マルタからの移民ですね。そうですね、はい、でブティジェッジさんはハーバード、ハーバードで成績いいでしょう、はい、だから、優秀な人ですよね。優秀ですよね、はい、でだけどその国政経験がないということで、こうなんかあのバカにされてるっていう、そういうあのバカにしてるっていう人もいると、トランプさんかもしれませんがしかし、あの今あの注目、民主党 その候補者候補の注目はやっぱり、どなたですか。バイデンさんはもうダメですよね、はい、サンダースさんとバーニーサンダースさんと、だからサンダースとブティジェッジでしょうね。ブティジェッジもう本当に対局にあるっていう感じですよね。対局でもないじゃないですか。対局でもない。年齢、年齢はね、はい、あのただサンダースはあの、まあ、政策が、まあ、左派ですよね、明らかにね、はい、社会主義的ですよね。で それで意味が、民主党として意味がある。皆保険とかそういうふうに言うと、あの社会主義的になるんですか。アメリカはそういうふうに言って、はい、攻撃する材料にするっていう残念な文脈ですけど、それはヨーロッパに行ったらそんなことはないんです。それが普通、ある意味普通っていうか、サンダースはヨーロッパに持ってったらそんなに変わってない、目立たないですよね、アメリカに持ってきたらこう左になっちゃう、左派になるっていうところが、へえ、アメリカは不思議だなって思うんですけど、はい、だからブティジェッジは中道でしょう、はい、大体政策としては、大学 の、学生ローン、はい、これもびっくりしたんですが、もう時間が残り1分になったんですけども、それが意外にアメリカ高い。だってオバマは大統領になっても払ってたんですよ。そうなんですか。払い、まだ終わってなかった。大統領になっても払ってた。それでいいんですか、その学費がそんなに高いって。いや、だからサンダースですよねっていうことになる。あの、だから若者が、あのサンダースさんも非常に高齢なのに、彼を応援するのはやっぱりそういう側面もアメリカは持っていると。あります。いろんなことをその表現しているなっていうふうに思いますが、あのこう予測、最後にそのアメリカ、誰が民主党の候補になるんでしょうか。だから私の予想はブティジェッジがあの最終的に候補になるのではないかという気がするんですけどね、はい、それはまだ分かりません。トランプさんには勝てそうでしょうか。サンダースさん、どうでしょうね、ブティジェッジさん、民主党の政権奪還は4年計画でやった方がいいです。そうですか、分かりました。はい、君島昭彦さんに久々にお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。